1946年に出版された、ビクトール・フランクルのナチスの強制収容所経験に、基づいた、書籍作品である。日本語訳は、ミスズ・書房が出版している。原文のドイツ語タイトルは、トロツデーム、ジャツーム・レーベン・サゲン、エイン・サイコロジー・アーリープとダズ・コンセントラション・ズ・ロッガー。日本語を明けすると、それでも人生にしかりという、ある心理学者。 強制収容所を体験するとなる。1956年に刊行された日本語大の夜と霧は1941年の夜と霧に由来する。アーノルド・ワイス・リューテルの書籍やアラン・レネの映画の題名とされていることを認識した上で名付けられた。1959年に刊行された英語版では当初フロムです。 キャンプ2エグジステンシャリズムという題名が付けられたが、1962年に、マン、エッサーチフォーミーニングという題名に付け替えられた。フランス語版もこの英語版の題名が、ベースになっている。言語を絶する感動と評されている。見習うロングセラーである、発行部数は、英語版だけでも900万部に及び、1991年の、 アメリカ議会図書館の調査で私の人生に最も影響を与えた本の9位になった。また、日本語を含め17カ国語に翻訳されており、読売新聞が2000年に行った読者の選ぶ21世紀に伝えるあの一冊のアンケート調査でも世界の名著部門の第3位となった。観光当初はそれほど評判は高くなく、 原著はわずか2版を出したのみで一時絶版になっていた。1956年にミスズ書房による日本語版が発売され大ヒットを記録したことで世界的に広まったとされる。ただ、日本語版については原著と比べセンセーショナルさを煽る部分もあり、遠藤周作などはフランクルの意図と本の作りが違うのではないかと指摘している。フランクル自身も本書が 現代史のドキュメントとして扱われることに戸惑いがあったといい、1977年に出版された海底審判ではかなり内容に手が加えられている。ありがとうございます。